ます。おはようございます。株式会社グレーベの吉岡と申します。本日よろしくお願いいたします。今日はちょっと、肌寒い日になってますけれども、内上の方楽しんでいただけたらなと思います。ちょっと、お昼過ぎ頃から天気予報の方が怪しいので、ちょっと雨が降ってきたら、一応まあ予定はまあ3時とか4時ぐらいまで予定してるんですけれども、まあ、雨の方が降ってきましたらちょっと中止というか、まあ、濡れてしまうんで判断しようかなと思ってます。今日の1日の流れなんですけれども、皆さんに内上の、レクチャーをいたします。僕たち、グレーベのスタッフ、と、武藤先生とか、分かれて、大体、まあ、7、8人ぐらいかな。7、8人ぐらいのグループになってもらって、内上のレクチャーをするという流れになります。武藤さんからじゃあ一言お願いします。はい、この畑で一緒に今年から、ブドウを栽培させていただきます、武藤千春です。小諸で2拠点生活をずっとしてるんですけども、こうやって皆さんと一緒にワインを作るのもそうですけど、一緒に体験をシェアしながら、今日は苗を植えられるのすごく楽しみにしてたので、ぜひ一緒に楽しくいい思い出を今日は作っていただけたら嬉しいなと思います。今日一日よろしくお願いします。お願いします。マジ。ただ若干間違えてるってめっちゃ説明します。本日担当させていただきます武藤先生です。よろしくお願いします。まず、まあ、穴が開いてるの でこれブドウの苗なんですけど、ここのこっから下が台木って言って別の木なんです。でこっから上がブドウの木になってます。でこのちょうど切れ目のところから下握り拳1個分ぐらいが土の上に出るイメージです。でこんな感じで水をタプタプに入れたらまた土をかぶせます。そうなんです、6種類ぐらい武藤さんの畑、ここ武藤さんの畑なんですけど。あ、そうなのね。そうです、白がリースリング、シャルドネ、バックス。全部聞こえてくる。コピペ。この赤い位置、赤のテープがついている位置に植えてください。はい、わかりました。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、ありがとうございます。わざわざ意気込んだ結果ちょっとありがとうございます。あ、すみません、カメラ大丈夫ですか。地元の SBC テレビです。東京から来ました。頑張ります。で、あっちはムトチャンネル。ムトチャンネル。すごいサービスがすごい。お一人ずつ穴の前に行っていただいて、じゃあ一回私ここで実践します。こっから上がブドウの木で、こっから下が台木っていって別の木をこう継ぎ合わせて作ってます。ちょっとこんな感じでお山を作って周りをこうキュッキュッと固めます。根っこを下に這わせるためにベッドをこうお山に作ったんですけど、土をかぶせたことによってこうギュッと押されちゃってるので、最後ちょっとだけ気持ち苗木を上に引っ張ります。これで完了ですという感じです。お山のベッド最高。お山のベッドで、それぐらいで多分一回お山作ってもらって、さようでございます。土のベッドをお作りください。皆さん覚えるのが早くて、先生はもう仕事がありません。現場監督が出てます。みんな頑張ってます。お前も頑張れやって感じですね。私も植えましょう。オンラインサロンメンバーです。ヨッピーさん、今日はどちらから来ていただいたんでしょうか。熊本からですね。熊本から遠路はるばる小諸へ来てくれました。軽トラで熊本すごいよな。フェリーなどを乗り継ぎ小諸までやってきてくれました。早くなってきました、ね、作業が。いや、もうプロですよ。もう一人のプロがここで生まれた、完成されました。でもこれ多分ちょっと出過ぎかもしれない、もしかしたら怒られるかな。大丈夫かな。
雨が降らなかったらこのままお昼食べた後もう少しだけ苗上の方をしたいなと思ってます。で、こちらの方にお弁当を用意してます。で、あとお子様はドラえもん弁当ご用意してますんで、はい、で、あとこっちにこのぐらいのピクニックシート用意してますんで、これ持って好きなところに引いて食べてもらえたらなと思います。はい、以上です。武藤さん何かあります？大丈夫ですか？大丈夫です。はい、じゃあそれではお願いします。はい、お願いします。おすごい。え、あ、そういうこと？お願いします。そういうことか。そういうことか。すみません、なんかすみません、なんかそういうことか。なんでここ集合してんだろうと思って。おめでとうございます。ありがとうございます。すみません、はい、火がつきません。火がつきません。あ、火がつきません。つきました。あ、ついた。ついた。はい、じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、これまた食後にでも切り分けて皆さんにお配りしようかなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちーちゃんって書いてある。ちーちゃん27歳になりました。忘れてました。27歳も頑張ります。こちらにお願いします。ありがとうございます。あ、ですね、はい、あと武藤さんがワインを作るってことで、はい、僕がプレゼントします。ありがとうございます。はい、こちらワインセットになってます。はい、まあ、これから武藤さんが、はい、まあ、ワイン作ってたくさんワイン飲んでいくと思うんで、はい、まあ、それにお役立ちできるようなプレゼント用意したんで、はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、素敵な誕生日になりました。はい、で、一つ僕がラッピングしたんでめっちゃ汚いです。これですか？はい、これラッピングの仕方を YouTube で見たんですけどできませんでした。これなんですけどやばいです。ちょっと、はい、めっちゃ頑張ったんですけど、愛情がこもってますね、はいはい、気持ちが、はい、お気持ち伝わる。ありがとうございます、はい。開けてみてもらう。あ、いいんですか、開けて。え、すごい、名前が入ってる。え、すごい。あ、95年、すごい。はい、おばさん飲みたい。はい、武藤さんが生まれた嬉しい。すごい。オーパソンです。はい。あ、すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。社会系。これは嬉しいな。ありがとうございます。嬉しい。まあ、これもう27年経ってるワインなんですけど、多分あと20年ぐらい飲まずにも、まあ、保存できるらしいんで、まあ、ここぞっていう時に飲んでください。ありがとうございます。はい、皆さんじゃあお昼を食べましょう。はい、食べましょう。はい、お弁当配ります。まあ、午前中作業できてよかったかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、またですね、帰りにプレゼントを用意してるんで、プレゼントって言ってもそんな大したもんじゃないです。今年僕たち小室子ファームがワイナリー作るんですけれども、まあ、そこで使える割引券だったり、まあ、そういうのをちょっと
お渡ししようかなと思ってるんで、帰り一人一つずつお持ち帰りください。はい、今日は本当ありがとうございました。ありがとうございました。今日皆さんご参加いただきありがとうございました。まあ、午前中だけの作業でしたけども、皆さんと一緒に苗植えできてとっても楽しかったですし、お誕生日も祝っていただきありがとうございました。またぜひここから苗木がどんどん育てっていくと思いますので、ぜひ収穫とかいろんな体験、またこの畑に遊びに来てもらえると嬉しいです。今日はありがとうございました。無事に苗植え2日間終了しました。まあ、ちょっと2日目は雨も降ってきて天気も悪くなっちゃったんで午後の作業できなかったんですけど、でも本当に2日間ともいろんな方がこの小物に来てくださって、畑に来てくださって、一緒に苗植え体験シェアできました。またね、この畑がみんなと新しいつながりを作る場だったりとか、そういう体験をシェアできる場にどんどんなっていったらいいなっていうふうに本当に改めて思いました。まあ、こんな感じで苗も植えてようやくスタート地点です。長かったけどこっからです。頑張って美味しいブドウワインができるように引き続き頑張りますので、ぜひ動画楽しみにしていてください。ありがとうございました。